はいどうも、さくやです。さあ今回はこちらアップ T さんからですねお願いされたので、まあ、ちょっとねやってみようかなと。まあいわゆる企業案件というやつなんですけど、まあ、これ紹介してくれたらT シャツくれるよってことなんでねやってみようかなと思っています。それとね、まあ面白いものを見つけたのでこちらもねご紹介しようかと思って、まあ、今回これでやってます。で、まあ、何なのこれっていうとね、まあ、自分でオリジナル T シャツを作れますと。まあ正直そこまでね安いわけではないですけど、まあ、めちゃくちゃ高いというわけでもないので、まあ興味のある人は、自分でねやってもいいかなと思います。でどんなものかっていうかななんですけど、1枚から、作れると。例えばこの販売したい人っていう場合は、まあ、在庫を持たなくていいと、ね、注文が入ったらその場で作るだけという形もできますし、まあ、事前にこう販売設定もできるので、そこからね買ってもらうとか、そういった方法もできます。こんな感じでね、まあ、どっかの誰かが、うん、炎上軍って書いた T シャツ作って各サイズ作ってたんですけど、でなんかね大きいサイズになるとそのプリント位置が下すぎておかしい、しかもそれ在庫が抱えてかっこ悪いのを抱えてしまったっていう感じでね、そういう心配がいらないということで、非常にいいんじゃないかなと思っております。ではね早速、制作画面行ってみようかなと思います。はい、こちらですね。でいろいろね文字とか、いろいろね使えるんですけど、テキストとか使えるんですけどね、ね、シェイプとかいろいろね あるんですけど、個人的に一番おすすめは、まあ、こういうのね、まあ、これいらないですね、消しましょう。いらないものはここで消せますんで消しましょう。で個人的に一番おすすめの方法、画像ですね、画像、まあ、テキストも含めて事前に画像を自分で用意しておくと。でいらない部分はもうあらかじめ透明化しておくね。スマホのアプリとかで透明化するとか、あると思うんでね、そういったものを使ってね用意しておけば一番ベストだと思います。まあここで作ってもいいんですけど、本当一番おすすめは画像を用意しておくことでね、実際どんな感じでできるかなっていうと、例えばですよ、ロゴね、まあ、いつも2号とかさやってるんでそれで使ってるロゴなんですけど、例えばねこういう感じ、背景がね透明化されているので後ろね白くなったりとかすることはありません。で、まあ自分でできないよっていう人の場合なんですけど、例えばねこのカラー透明化っていうのはここにありますんで、左下の方にで画像を選びます。で色選択でね、色をね例えば、まあ、この銀白っぽいとこを透明にしたいと思えば選択しました。で透明化ってやると、ね、その部分が透明になるんで、まあ、今回こう必要な部分消しちゃいましたけど、いらない部分のね色一色、まあ、大体白とかねなってると思うんですけど、そういうのを消すことができますと。多分複数選択することもできるのかな、どうしようやってみようか。できないかな、赤とかね、赤とかいけるかな、ちょっと消えたか。こんな感じで複数選択することもできそうですね。まあこんな感じでできます。いらないものはここでポチッと消すということで、できますね。例えば最近でいうところであると、はい、こんな感じでね、かっこいい流行った画像を使ってねシャツ作ってネタにするのもいいんじゃないかなと思いますね。うん、これ誰書いたんだよって感じですね。うまいですよね。はい、こんな感じで自分で作ることができますということでね、 T シャツ以外にもね、ここ定番 T シャツ以外カテゴリーあるんですけど、パーカー、スウェット、ポロシャツとかいろいろあるんでね、エプロンとかハッピー、すごいですね。モバイルバッテリーもあんだね。まあ、この iPhone ケース、Android、手帳型スマホケースとかね、まあいろいろあるんでね、好きなものを選んで、作ることができますと。ということで、スマホケースとかは意外とね、面白いかなと思います。例えばね、表面の印刷って、まあここも好きなように選べるんで、透明白。まあ、クリアのケースに、ね、プリントしてもらってとか、いろいろできるみたいですね。これはいいんじゃないかな。てかもう8プラスもあるんだね。早い。対応が早いですね。こんな感じでね。まあ、パーカーもいいかな、なんてね。実際タオルとかやった時に、どういうプリントされてくるかなっていうのも気になるんですけど、まあこういうとあったね、ワンポイントでできて、まあ面白いんじゃないかなと思います。はい。では実際ね、販売されている T シャツ、どんなものがあるかということでね、見ていきたいかなと思います。どこに？では、こちら。これもともと白であるんですけど、こんな T シャツがね、売ってたりします。これ
買う人いるのかな、あの大物 YouTuber ね、エンテルフレンチ、まあ誰かね、誰だろうねなんてね、いう感じでいろいろあるんでね、売ってる T シャツいろいろあるんで、まあ面白いのあるんじゃないかなって、気になる人は探してもいいんじゃないかなと思います。そうやね、自分の設定した T シャツとか、今回アップ T さんのね URL は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひね、見てください。まあ自分の販売してるやつも貼っておくので、よかったら、ご覧になってください。多分それがね後々もらえるやつだと思うんで、紹介したいかと思っておりますので、では今回はねこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。それではまた。